こちら、帰り、能登の、撮影をした後の、帰りですね、敦賀でおりました、福井県の。で、こちらは河川水門開閉式ダムが水流ストレートトンネル、海浜扉式発電の、その、1問目の設置ですね。まあ、こちら複数の河川が、集まってきてますので、まあ、ここを一応途中下車して、撮影しようと思って、来ました。現在、13時過ぎで、雨ですね。少し前から降り始めたぐらいですので、まだ河川の水の量はそんなに変わってないと思います。それでは行ってみたいと思います。河川に来ました。笹野川という河川、二級河川ですね。それでは、まあ、西間橋というところです。両サイド一応岸壁工事多分してると思います。で、長年堆積してきた、土などが溜まって、草が生えてきてると、まあ、こういうことだと思います。で、あちらはもう海なんですよ。奥の方のあの橋を渡ったところが。で、まあ、こちらの辺りぐらいでいいと思います。横幅もありますし、この橋のところですね。で、河川自体はそこはもう見えてるんですよね。で、まあ、一応流れていますので傾斜自体はあると思いますので、その海の、ところよりも、まあ、海抜の部分で、あの上に来てると思われます。まあ、海まであんまり距離がないんで、もうこの辺りでいいと思います。で、まあ、高さの方があの奥の方のところ、両サイドから向こうの方で溢れてしまいますので、まあ、だからこの辺に設置する時の高さ、まあ、あちらの方の高さに合わせて5メートルぐらいかと思われます。もう少しあるかもしれませんね、6、7メートル。だから、まあ、川幅が広いところの方が、河川の氾濫には繋がらないのと、あと上はある程度越えてこられても、まあ、こちらの方でしたら、両サイドがあるのと、まあ、あちらの方でも少し、河川水があふれ返ったとしても、まだあのこの河川に戻ってくるような形になるんじゃないかなと思われます。あとは両サイドとかに多少なりとも水が流れたとしても、そんなにあのものすごい量が流れてるとはちょっと思えないですね。合流する河川とかも、電車乗りながら見ましたけども、そこまで大きなものでも、ありませんでした。上流の方なんですが、まあ、その土砂の堆積の仕方とかで、まあ、大体わかりますね。と、あとは、まあ、そうですね、こういうふうな、場所が、良いかと思います。まあ、上流の次どこに設置するかは、まあ、まあ、一度水を溜め込んでみて、どれぐらい上流のところまで水が来るのか、それを確認してからですよね。まあ、あちらの方で、右手と左手の方に河川、分かれています。